洗浄していきましょう。まずは脱芯機を洗います。チーターつけてそのまま脱芯機をつけて洗いましょう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味そしていろんなことやっていきます。興味がある方チャンネル登録通知ボタンおまけにグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。今日は洗浄でちょっとまあ詳しくやっていく、まあ、洗浄はそんなに詳しくも何もないんだけどちょっと道具の紹介だね、うん、まず俺が使っている洗浄の時に使っているこれブラシ2本、大きいのと中くらいのこれでやってます。これね先っぽ汚れてんじゃないのよ、最初からこうなってんの。でね、これアマゾンで売ってます。時計修理ブラシかなで調べると1000円2本で1000円しないの。これを使ってます。これでしょ。あとはベンジン。A ベンジンって書いてるけど、これもね500円ぐらい。500いくらかな。うん、ベンジン。これ洗濯用なんだね。うん、襟袖機械。器具の油、油性マジック落とし、そんなのもできるんだ。シール剥がし等にそんなのもできるんだってちゃんと見てねえわベンチン、これでしょ。あとは、シャーレ、シャーレだね。まあシャーレはガラスを買ったけどガラスじゃなくてもいいと思う。だってこのベンジンの容器自体がプラスチックだからガラスにこだわることはないけど、雰囲気を出しちゃうならやはりガラスだよね雰囲気を味わいたい人はガラスを準備してください。ただガラスちょっと高いです。シャーレはね、まあ、シャーレって言えば検索すればアマゾンに出てきますから。これはね一番大事なのはこれね、高級違う時計修理ブラシって出てきますから。でこれ出てきます。でこんな感じだね。だからセットで言えば、ではセットで見ていこう。こういう感じ、ほらベンジン、シャーレはこれほら蓋できるからだからこれがいいんだよね。でベンジン自体すごく揮発するから終わった後こうやってやっておくんだけどね、まあ、汚くなるからその都度捨てちゃうけどね。こういう感じ。これでまあ洗浄をしてます。ではねちょっと洗浄は詳しくではないですけど、また洗浄ちょっとね見ていきましょう。まあやっぱりあと大事なのはあれだね、ピンセット、うん、ピンセットはやっぱりまあピンセットは時計修理する人は持ってると思うんでね、うん、ではちょっと洗浄をちょっとだけね、うん、まあ、洗浄って注意するとこあんまりないからな、そう俺の印象ではね、うん、プロの人はもっとあそこ注意してあそこも注意してってあるんだろうけど、うん、俺のやってる感じでちょっとね、じゃあ詳しく見ていきましょう。洗浄していきましょう。まずは脱芯機を洗います。チーターつけてそのまま脱芯機をつけて洗いましょう。そう、この時ヒゲゼンマイをあまり触りすぎないように注意してください。まあなんていうかテンポを少し回してあげてちょっとこうヒゲゼンマイを伸び縮みさせてあげるような、そしてまあ油を落としてあげるような感じです。そう、こういうふうに筆で持ってちょっとこう優しく動かしてあげる程度でいいです。すごく良さそうなんだけどな、なんで悪いんだろう。まあそうすると油落ちてきますのでそれぐらいで大丈夫だと思います、うん、ほら優しくね、うん、でがっつりこう洗わないように筆
筆で持ってな優しく撫でるようなイメージ、そういう感じだね。で洗ってあげる。したらすすいで、脱身器だけを取ると。したらもう一回ジーターを洗いましょう。裏側だね。そう、脱身器を取り外した後もう一度ジーターを洗います。まあ脱身器がついてた部分、あそこら辺ですね、小僧穴に入っているまあオイル、そしてカス、そういったものを取り除くようなイメージです。かき出してあげるような。そしたらまたすすいであげましょう。どんどん洗っていきましょう。ガンギに4番2番、3番ブレーキ。そう、どんどん洗っていきましょう。まあこれはね、並べてる順番に洗ってます。そう、歯車の補助かな、そこら辺にもやはりねオイルカス、オイルがついてますので、それをね落としてあげるようなイメージです。そう、歯車には鉄粉もついてるので、結構まめにきれいに洗っておきましょう。挟みすぎると、まあ、歯車をかけさせたりするので、その辺ものすごく優しく挟むようなイメージで、そしてそれでいて、まあ、ホゾカナをについているオイルを流してあげる、そして歯車の鉄粉もきれいに除去してあげるというイメージです。そしたらまた洗浄に、洗浄でないや、すすぎに入っていきましょう。すすぎるときにね、また次から次へと、そしたらそう、どん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 パーツを洗浄用の便器に入れておきましょう。そしてまたすすぎから出してあげて、でまた乾燥させて。そう、これはねコーヒーフィルターがいいらしいです。これはね視聴者の方が教えてくれました。安いコーヒーフィルターでいいそうなんで、それがいって、もう一点視聴者の方教えてくれたんですが、アンクルにはね爪石と呼ばれるものがついてます。これはね樹脂で持ってついてるので、長くベンジンに入れておかない方がいいそうです。だからアンクルを入れたら、先にアンクルをこうささっとね洗う感じ。そう、そして耐震装置、これもまた注意が必要です。よし、こんだけ汚れてる、わかるかな、ほら引くか、ほら汚れてるのわかる、わかんねえか、これねティッシュに取るとわかるんだよね、ほら結構汚れるでしょ、これだけ汚れてるってことなんだよね、時計の中が。ということで、まあ今日は洗浄編でしたので、まあそんなに注意するところもないんですが、一番大事なのはひげゼンマイを触らないこと、うん、まあ脱身器をジータにつけてまず最初に洗うんですよ。でその時、まあひげゼンマイをこうあまりこすりすぎるとひげゼンマイが形変わったりしますんで、そこをあまり触らないようにすることですね。あとはアンクルのところ、アンクルのところは樹脂で持ってついてるらしいので、そこをベンジンにつけすぎるとそれが取れる可能性もあるんですね、視聴者が教えてくれました。そこを注意することですね。あとはやっぱり耐震装置の、 あの石だね、あの受け石と何ていうのかな、わかんないよね、あれねすごい小さいんですよ。だからまあ説明するとこういったものがついてるんだよね、こういったもの、これ耐震装置の中だよ。ここにあの保存が入るんだけど、ここに保存が入ります。テープの保存がこう入ってるね、これ上下がついてから、ここにルビーがあります、ここ
にルビーがあるんだよ。でこれね、ここと一体になってるから取れて外れるってことはまずありません。外れたこと一回もないな。でその上にこのまたルビーが一個あるんだよ。ケイシっていうのこれ、これは外れます。これはもう取れてきます。だからこれをなくさないようにしてください。でまあここの中にオイルをこう入れるんだけどね、ここにオイルを入れるんだけど、ピンポイントで刺してこのこういうやつでこう刺してこう入れるんだけどね、まあそれは次回ですけど、これ分離しますので、分離するとこれまあ小さいやつは、まあ小さいピンセットでまあつかめない、なかなかに癖がありますから、これだけ気をつけてください。でまあ挟みすぎると、どうしてもピンセットで挟みすぎると飛んでいきますから、ピンって飛んでいきますから、したらもう見つかんないよ、うん、見つかんないから優しく掴むってことだな。飛ばさないぐらいの力でこう優しく掴むっていうのを気をつけてください、うん、でまあやっぱりね、詳しい方いろいろコメントくれてます、うん、そういった方のコメントをやっぱり見てみると、あ、勉強になります、すごく勉強になります。要はすすいだ後、あれね、コーヒーフィルターに置いておくといいらしいです。それもね、視聴者の方が教えてくれました。そうなんだと思って、100均のね安いやつでいいらしいです。それにこう置いとくとこう吸い込みがいいらしいです。ベンジの吸いをいいらしいから、と思って、やっぱりね猛者たちがいますからいろいろコメントくれますからね、そういった方のコメントを見るのもねすごくね面白いですね。ということで、まあ今回は洗浄編でしたけど、次回はじゃあ今度組んでいきます。でまたオイルだね、オイルとか俺もよくわからないんだけど、詳しくはわからないんだけど、本当はいろんなオイルがあるらしいです。俺使ってんのは 2,3,4 種類ぐらいから使ってるんだけど、本当はいっぱいあるらしいんだけど、あまりそこまで準備しなくてもいいような感じも見受けられるかな、やってみてたけどね、2,3 種類準備すればいいかなっていう雰囲気ですけどね。まあその時また次回ですね、詳しくやっていきますんで、また次回組み立て編でお会いしましょう。ありがとうございました。そう、ブログを開設しました。だからブログの方でまあちょっと突っ込んだ話とかね、できると思うのでここではやはりね、ちょっとこういった話なかなか、まあ、ダークな世界ですから、うん、まあかなりダークな、ね、世界ですから、ちょっとねここではできない話もたくさんあったりするので、そういったことをやっぱりブログの方でちょっとやって解説とか、ね、ちょっとブログでちょっと話をしていこうかなと思っておりますので、ね、ぜひねそっちの方も見てください。でまたそっちの方でやっぱりグッズとかをねちょっと作ってみたりとか、そういうのもやっていこうかなと考えてるんでね、そちらもちょっとね気になる人チェックしてみてください。まだ解説したばっかりなのでまだキットが少ないですけどね、どんどんそっちの方にもちょっとね力を入れていこうかなと思ってますんで、そちらもチェックをお願いします。あー、リンク貼っとくリンク貼っとく